そうっすね。渡れば、この下は？これ下、下行くとまずいのかな？なんかギリ行けるっぽい。Google マップで見たこともないような細さになっとるけど、なんかギリ歩きながら行けるっぽい。本当かな？でも古い橋梁だぞ。そう、これ橋桁を渡るけど、これも古そうだけどね。そうそう。渡った先から一応歩きなら。使えそう。あの、はい、登っていくところ相当上まで登らされますもんね、歩道。あ、バイパス側に出といても悪くなさそうでしたけどね、今地図見た感じやと。これか。おお。ザ河川敷みたいなとこだけど、本当にいいのかこれで。大丈夫か。なんか急にお散歩コースハードモードに入ってきた感じが。はい、あ。一本奥の方のがかなり行きやすそうではありますけどね。あっち側の道に出といてもやっぱ良かったのかな。本当に通れるんだろうなこれ。お、なんか雲行きは怪しいぞ。まあでも河原で気持ちいいですし、いいじゃないですか。うん、山田さん、なんやかんや散歩は好きですからね。そう、動画では全く回してないですけど、この前普通に久しぶりに伊坂ダムに行って、伊坂ダム一周歩いてきましたけどね。あれぐらいだとね、ちょうどいいウォーキングですけど、4キロなんでね。こっちはもっとありますよね、この感じ。また電車が走っていくよ。
よかった、道はちゃんとあった。舗装道なんでちょっと足はちょっときますけど。んー、なんだこれ。ん、めっちゃ綺麗な建物できとる。バーベキューができるようなあれか。まあ季節的にも今日ちょっと暑いとはいえ、まあザ・バーベキューシーズンだもんな。バーベキューか。あ、バーベキューやってんね、そりゃ。いや、バーベキュー日和だもん。なんならちょっと暑いぐらいの方が酒が進むんで、よりバーベキュー日和だもんな。バーベキューハウスになってんだね。もうセットがあるから、来たらそのままバーベキューができる感じか。めっちゃ最近作った感じですよね。いや、これもこのバーベキューシートをここからこうやって映せるのも、あのわけのわからん道を選択した甲斐がありましたね。なんなら向かいの道あそこに繋がってるから、ちょっとあれだったね。カメラ回しづらかったかもね。いや、ってことは、撮れ高的には大正解じゃないですか。あ、これですね。キナータ、水波。よう来たね、みたいな感じですけどね。多分、キナータ。あ、ちなみに岐阜弁は全然わからないんですよね。ね、ちょいちょい言ってますけど、もともとは関の麦川の方ね、の、家なんですけどね、家的には山田家って。ただ、残念ながらね、そう、うちのじいちゃんは思いっきしと標準語だったんで、なんなら多分うちの家系は本当じいちゃんが一番標準語で、親父が、何割きつくて、そうそうそう、親父の方のが三重弁ですもんね。母方はまあ三重三重の家系だったんで、めちゃくちゃ三重弁でしたけど、父方は岐阜と、父方のばあちゃんは、あ、でも亀山やったけど、だいぶ関西の訛りが強い相手でしたからね。さあ、また鮮度前戻ってきた。これをあっちの信号出といた方がいいか。あっちの方のがなんかいろいろ店もありそうなんですよね。待って、調べるよ。